部さん、出汁変えたね。あ、わかります。前の方がいいよ。やっぱり熊野さんの目はごまかせねえ。いや、したか。あ、いらっしゃい。ここのそばうまいんだよ。そうか。この店主だといつもうまいとこ連れてってくれるな。当たり前よ。伊藤、あのお前さ、シャトル。ん？親父のことはあんまり気にすんな。いや別に気にしちゃいないよ。親父本当は寂しいんだよ。自分と同じ道歩かせてお前といろいろ話したかったんだ。兄ちゃんがいれば十分じゃないか。お前の方が可愛いんだよ。まさか。本当だよ、よく言うだろ、出来の悪い子供ほど可愛いってな。ああ、そう。おじさん、これ出汁変えたね。え、わかる。当たり前だよ。いや、これも悪くないけど、前の方が良かったかな。仕事の方はうまくいってんのか。うん、まあね。本当か。どうして。いや、お前の性格じゃああいう古い世界でやっていくのは大変だろ。やっぱりな。でもまあ結局は作った料理が美味しいかどうかだよな。そりゃそうなんだけどね。